式場勤務の時に経験した強烈な話。いろいろフェイク入れるけど、新婦55歳、新郎25歳って感じの年の差夫婦。新郎さんは仕事が忙しくて、ほとんど打ち合わせに来なかったけど、真面目な印象の人。新婦は小綺麗な人で、40代って言っても通るような見た目。恥ずかしながら、この年で、年下の夫と入籍し、年齢的にも式は挙げないつもりだったのだけど、夫が、初婚で、親戚からの要請があったものでと、控えめに言ってくるような女性だった。新婦単独でドレス選びをやった数日後、新郎の採寸もやったんだけど、電車が遅延して新婦が遅刻した。新郎と新婦が諸事情で別々のところに暮らしていて、式場までの交通手段が別っていうのは、珍しいことじゃなかったから気にも留めなかった。本来なら新婦の到着を待つところなんだけど、その日は予約がたくさん入ってたから、新郎の許可をもらって採寸を始めた。新郎がどんなタキシードがいいかなというので、先日奥様がお選びになったドレスをご覧になって参考になさいますか?と声をかけたところ、何のこと?と怪訝顔に、新郎、妻が来たんですか?私、今週の水曜日にお見えになりましたよ。新郎、妻は、ずっと入院していて来週退院なのですが。お互い無言になった後、とパニックに。詐欺か何か犯罪じゃないかということで、お互いに情報を出し合ってみたところ、新婦が新郎実母だということが判明。もう本当にびっくりしたよう。実のところ、新郎新婦は、出来婚で式を挙げる予定はなかったけど、双方の母親が、せめて生まれる前に式だけは挙げなさいと、勝手に日取りを決めて、出来婚などの事情を抱えて、準備期間を取れない人向けのプランを用意しているうちの式場を予約。予約した時点で、妊娠5ヶ月を過ぎていたんだけど、こういうストレスで、本物の新婦さんがダウンして入院。新郎は、前々から激務だったこともあり、式なんてやってられっか。となったところ、新郎母が、私が言い出したことなんだし、手続きは私に任せてね、と言ってきた。申し込み用紙の記入から何から何まで、新郎母が代理でできるところは、すべて任せてしまったらしい。後に謝罪に来た新郎母曰く、本気で乗っ取るつもりはもちろんなくて、ただのお茶目だったんだと。確かに、式場の飾り付けや料理などは、新郎母がカタログを持って新婦を見舞い、いちいち確認していたらしいので、乗っ取るつもりはなかったというのは本当だと思うけど、私、ドレスを着たかったけど、姑が和装以外認めてくれなくて、一度でいいから着てみたかったのよね、と、あっけらかんと言われて、ああそうですかと脱力。こちらも、最初の申し込みの時にあった名前と、実際に来店されて記入された名前が違ったのは気づいてたけど、いろいろ事情があるのだろうか、と突っ込めなかったんだよね。まさか新郎の実母とは思わんし、後日談だけど、新郎新婦は式をキャンセル。やっぱりそうだよね、と思っていたところに、新郎両親から、フォトウェディングの申し込みがあって、同じ式場に申し込みができるなんてすげえな。ってなった。最初の段階で、あちらから、新婦が妊娠してるって、話を受付が聞いたそうなんですが、実際に現れた自称妊婦さんは、お腹がぺったんこだし、予定日の話を出してこられなかった。年齢的にも妊娠は考えづらい。本当に妊娠してたとしても流産しているかもしれないし、デリケートな問題だから。こちらからも突っ込んで聞けなかったのは悪かったなぁと。ちなみに、本物の新婦は新郎と同い年でした。